さよなら勝利を喜ぶ選手たちさよなら3、乱本イ打を放ち、聖艦途上のスコット・ヘアストン。2007年9月19日さよならゲームとは、野球及びソフトボールで、高校チームが最終回、または延長回の攻撃において、決勝点を挙げると同時に終了する試合を意味する。勝利チームの攻撃で試合が終わることから、さよならを略して、 さよならと呼ばれる。野球やソフトボールでは、攻守交代が明確になされるため、両チームの攻撃会が同数となるのは自明である。ただし、最終回の表が終了した時点で、高校チームが勝ち越している場合には、その勝利が決しており、もはや、その裏の攻撃機会を与える必要がない。ゆえに最終回の裏の攻撃は、最終回の表が終了した時点で、 同点もしくは先行チームが勝ち越している場合にのみ行われる。また延長会においては各会の表が終了した時点で高校チームが勝ち越していることはあり得ず攻撃回数の公平を図るため裏の攻撃は当然に行われる。こうして行われる最終回または延長会の裏の攻撃において高校チームが勝ち越し点を奪えば先行チームに 新たな得点機会がない以上、その時点でゲームの勝敗が決するが、これをさよならゲームという。従って、さよならゲームは必ず高校チームの勝利になる。このように、最終回、または延長会の裏に、高校チームが勝ち越し得点を挙げたその時点で、会が完了していなくても試合終了となる。もっとも、 守備側にアピールプレーの権利があり決勝点が無効となる可能性がある場合には真の試合終了はアピールプレーの権利喪失後になされる必要があるさらにはアピールプレーの権利がある場合にのみ試合終了の宣告を遅らせるとすれば守備側にアピールプレーの存在を示唆することになり公平を欠くしたがってアピールプレーの権利の損比に関わらず求心は 走者の本類生還後に得点を宣告するのみであり、試合終了の宣告は、守備側が引き上げた後となる。プロ野球の場合、ルールにより、ホームチームは、試合開始時点で守備につくことになっているが、これは、サヨナラゲームの可能性があるためだと言われている。サヨナラゲームの勝利投手は、必ず、サヨナラ成立の回の表にスリーアウト目を取った、高校チームの投手となる。 よって、サヨナラゲームでは、どの投手にもセーブはつかない。単に試合の勝敗という点では、攻撃側に利することが多いが、短期の総当たりリーグ戦などで得失点が、順位形成に影響する場合には、かえって不利になる場合がある。例えば、リーグ戦のステージ最終戦で大量得点差での、勝利を必要とする場合、高校チームの場合は、 最終回の前のイニングまでにその条件を満たさなければならないからである。これに対して先行チームは取れる得点に制限はない。なお、コールドゲームの場合には最終回で後攻チームが決勝点を奪ってもサヨナラゲームとの呼び方はしない場合が多い。また、点差コールドが設定されていて当該会裏の攻撃中に その適応要件を満たした場合の試合打ち切りについても同様の方式を順用することが多いがこれもサヨナラゲームとは呼ばない場合が多いプロ野球ではクライマックスシリーズにおいて引き分け以上が確定した時点でのコールドが存在するため同点に追いついた時点で実質的にサヨナラ勝ちのような形で試合終了となる場合があるスコアのランニング表示では 最終回裏の得点表記の後ろに X 印をつける。また、チームの総得点で勝利チームの得点の横に X 印をつけることもある。もともとこの X 印は、最終回の表終了時に、高校チームがリードしてよりその裏を行わない場合、最終回裏のスコアボードにつける印であり、裏の攻撃が行われていないが、試合が終了したことを意味する。 サヨナラゲームの場合に得点表記の後ろに X 印をつけるのは、ここから派生し、裏の攻撃が、途中のうちに試合が終了したことを意味すると考えて、差し支えない。サヨナラゲームの決勝点を挙げたプレーにも、しばしば、サヨナラが完成られる。例えば、サヨナラヒット、サヨナラホームランのように用いられる。サヨナラボートを、サヨナラ押し出しデッドボール。 サヨナラボーク、サヨナラエラーというように、守備側のミスによって、サヨナラゲームとなる場合もある。一死三塁で、内野ゴロを打ち、その間に三塁走者が生還した場合、通常は打点は記録されるが、アンダは記録されない。一方、守備側が、本塁に送球したが間に合わずサヨナラゲームとなった、場合、日本では、名分はないが慣例として、 守備側は本類に送球して三類走者をアウトにする以外の選択肢がないとして野手選択ではなく安打と記録されるこの時仮に三類走者の生還前に打者走者をアウトに取っていたとしても記録されず投手の投球回にも含まれないまた勘違いで内野手が一類に送球した場合にも安打が記録される ただし、ランダウンプレーなどを経由した場合は別である。これに対して、メジャーリーグでは、同様のケースも通常通りアシ選択として、記録される。本類打以外のアンダの場合の類打数は、勝ち越し点を記録した走者が進んだ類の数を、上限に打者が実際に到達した類までの類打が、記録される。例えば、 同点で一塁の場面で外野を超える打球を放ち、一塁走者が生還した場合、打者走者は三塁まで行けば三塁だと記録されるが二塁までしか進んでいなければ二塁だ。一塁であれば、単打となる。英語では、打たれた投手が歩いて引き上げる様から、ウォークオフが使われる。サヨナラ勝ちはウォーク、オフウィン。サヨナラ負けはウォーク、オフルーズである。サヨナラヒット。 本塁打に相当する語は、ウォーク、オフヒット、ホームランなどという。アメリカ合衆国、メジャーリーグベースボールの実況では、日本人選手が本塁打を打った際に、サヨナラベースボール、と叫ぶことがあるが、スタンドに入る打球を見送るという意味で、グッバイベースボールという表現があり、それを日本語に直訳したものである。試合展開に関係なく、使われ。 サヨナラゲームの意味合いを含まないことがほとんどである。リードを守り抜いて勝利するのが普通である競技で、唯一、攻撃で試合を締められるパターンなので、最も劇的な幕切れとなる。それゆえ、試合終了の瞬間、勝った側のチームは、全員が、ダグアウトから飛び出し、決勝打点を挙げた仲間を手荒く祝福する。特に、本塁打だった場合には、 ホームプレートを囲むように待ち構えられ、生還の瞬間に集中砲火を浴びることになる。日本のプロ野球の試合では、サヨナラだを決めた選手に対しチームメイトが、以前は袋叩きをするのが恒例であったが、現在はペットボトルに入ったボトルウォーターをシャワーのように浴びせるのが恒例となっている。メジャーリーグでは、スポーツドリンクやシャンプーをかけて祝福される。 通常の試合は、敗戦チームの攻撃終了で、試合終了となるが、サヨナラゲームでは勝利チームの得点で、サヨナラとなるため、劇的な印象を与える。そのため、サヨナラゲームに関しては、様々な逸話が残されている。代打逆転サヨナラ満塁本塁打の事例については、後述本塁打で始まり、本塁打で終わった試合1938年10月24日。 高楽園球場での東京セネタース、対ライオン軍戦において、初回ライオン戦闘打者、坪内道則が、東京セネタース先発、金子博士から、初級本塁打を放つ。試合はその裏東京セネターズが1点を返し、そのまま同点で迎えた延長10回裏、東京セネタースの代打、浅岡三郎が、ライオン菊谷義雄から、 サヨナラ本塁打を放ち 4X から1で、東京セネタースが勝利する。先頭打者初級本塁打で始まり、サヨナラ本塁打で終わった、最初の事例となった。川崎特寺にまつわる、サヨナラ記録。川崎特寺は、宇佐美哲也の、プロ野球記録体感でも珍記録に、たびたび縁がある選手として紹介されており、サヨナラゲームにおいても勝った方と負けた方で記録を、 作っている。1942年10月24日の阪神軍対南海軍戦において1から1で迎えた11回裏満塁の場面で、当主の川崎が三輪の広明に投じた4球目の際、三塁走者の三園の高尾が本島を決めて、さよなら勝利しているが、当主によるさよなら本島は日本プロ野球史上初となった。 巨人に移籍しての1948年5月29日、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ戦において12から11で、巨人リードの9回裏、無視一塁の場面で、巨人は、リリーフに、川崎徳次を送るが、その初球を、中日の杉山悟がにラン本塁打を放ち、さよなら勝ち。川崎はこの試合の敗戦投手となり、 日本プロ野球史上初となる一球で敗戦を記録している。西鉄に移籍しての1950年8月26日の西鉄ライオンズ対大エースターズでは林義和との投げ合いとなり同点で迎えた9回裏一市から川崎が二塁打で出塁し内野頃の間に三塁まで進みにし三塁とすると宮崎要の林の初級の際に 本当でさよなら勝利。日本プロ野球史上二度目の投手による、さよなら本当を決めており、8年前とは逆となった。なお、同年11月20日の対近鉄パールス戦の11回表に三塁走者の、川崎は本当を試みるが、これには失敗し、同イニングの裏に、近鉄の坂本正し止めに、プロ入り第1号が、 万類本塁打の日本プロ野球史上最高齢となる、サヨナラ万類本塁打を打たれて、川崎が敗戦投手になっている。逆転サヨナラ万類本塁打で、賞金1万3200円1954年4月27日、この日まで11連敗の洋松ロビンスは、西京極球場で、対巨人戦を行うが、6回まで4点リードしていた、ものの、 7.8回に4点ずつ取られて、4点差で、迎えた9回裏西走者なしから松岡一郎の、当たりもショートへのゴロで12連敗かと思われたが、これを、広岡達郎が悪送球したことから事態が1点。広岡のサイドのエラーで1点が入った後、さらに攻め立て満塁として、青田昇が、笠原正幸からセンターへ逆転、さよなら満塁本塁打を放ち、 陽松が連敗を止める、奇跡的なサヨナラ勝利を収める。サヨナラだの青田は、日本プロ野球発となる、二度目の、サヨナラ満塁本塁打を記録。またこの一打で、当時劇団、新日劇が30周年記念行事でつけていた1万円の、賞金と、雑誌、ホームランによる、賞金3000円に、ホームラン賞の200円を合わせて1万3200円の、 賞金を手にしている。青田の話ではこの時のサラリーは7500円で、それを上回る賞金を一打で獲得したことで話題となった。天覧試合のさよなら本塁打1959年6月25日に行われた巨人対阪神戦は日本プロ野球史上唯一の天覧試合である。9回裏、巨人の長嶋茂雄が阪神の村山実から左翼。 ポール際に入る、サヨナラ本塁打を放った。村山は生涯あれはファウルだったと言い続けたが当時、左翼についていた、三宅修士もアピールはしなかった。スコアは 5X4。ダブルヘッダーで2試合とも、サヨナラ負けで、敗戦投手1961年、近鉄バファローのルーキーの徳久俊明は4月23日の、 対範囲級ブレーブス戦、ダブルヘッダーにおいて、第1試合9回1死1塁の場面で初球を、中田正宏に、左腰にラン本塁打を打たれて、3X2 で、敗戦投手となっている。続く、第2試合においても、5から5で迎えた延長11回裏にリリーフで、当番前試合でさよなら本塁打を打たれた中田に三塁打を、打たれ、続く代打。 岡島博司の場面で、徳久の投じた玉を保守が、パスボールし、徳久は2試合続けて、サヨナラ負けで、敗戦投手となっている。この年徳久は15勝を挙げ新人王になっているが、リーグ最多の24敗も喫している。この中には3度のサヨナラ勝ちがあるが、8度にわたる、サヨナラ負けもあり、うち5度のサヨナラ本塁打による敗戦は前年までの2度を。 更新する日本プロ野球記録となった。自らのさよなら本塁打でノーヒットノーラン達成1973年8月30日に行われた阪神対中日戦で阪神の江夏豊は中日の松本幸蔵と11回まで投げ合い、11回裏に松本から右翼ラッキーゾーンにさよなら本塁打を自ら 放つという劇的な形で、日本プロ野球史上初の延長戦のーヒットノーランを達成した。16年目の初登板で一級サヨナラゲーム1978年、クラウンライターライオンズに在籍していた、長谷川和夫はこの年16年目の現役生活で、前年までに689試合を野手として出場していたが、7月11日の対、日本ハムファイターズ戦、 同点で迎えた9回 2C13 類の場面で急遽、登板。これが、プロ入り初登板となったが、ジーンロックレアへの初球を中前安打され、サヨナラ負けとなった。経営球をサヨナラ冒頭1952年8月9日の、巨人対、国鉄スワローズ戦で、同点で迎えた延長13回裏に、巨人は 1C13 類のチャンスを迎え、代打に、 藤本秀夫を送った。国鉄ベンチは、マウンドの金田正一に敬遠を指示したが、金田が速い球を投げたため保守が取ることができず、三塁走者が、生還して国鉄は 5X4 で、さよなら負けとなった。それから30年後の1982年4月3日の、横浜太陽、ホエールズ対阪神戦で、8回まで、太陽打線を0点に抑えていた。 阪神の小林茂は9回裏、2から2の同点にされた直後に、対応、高木雄一を敬遠する、満塁策を取り、次の打者で勝負しようとした。ところが、小林は高木への3球目を冒頭してしまったため、その間に三塁走者の生還を許し、阪神は、さよなら負けを喫し、2例目となった。 サヨナラホームスチール1986年10月4日のヤクルト対太陽戦で1から1で迎えた9回裏にヤクルトは西1、3塁のチャンスを迎え1塁ダイソーに柳田光一を送った柳田が2頭起としスタートを切ったところ太陽の市川和正星,星の2塁への送球が柳田の尻に直撃 ボールが転がった隙をついて三塁走者の渋井、圭一が生還しヤクルトは 2X から1で、サヨナラ勝ち。このプレーが渋井による本当として記録された。サヨナラインフィールドフライ事件1991年6月5日、横浜太陽、ホエールズ対広島東洋カープ戦での出来事。また、ほぼ同一の出来事が2015年5月4日の、 広島東洋カープ対読売ジャイアンツ戦でも起こった。サヨナラ本塁打を打った選手に、ダイソー1991年6月18日の中日対太陽戦で、中日、彦野俊勝が、太陽、森田美幸日から、サヨナラ本塁打を放ったが、一塁付近で右膝じ帯を負傷し、走塁を続けられなくなった。 彦野はそのまま退場したため、山口浩二が代走として起用され、生還した。本塁打を打った打者に代走が出されたのは、これが2例目だが、それがサヨナラ本塁打であったのは、日本プロ野球史上唯一の例である。敬遠球をサヨナラ安打球回裏に6点差を、ひっくり返す1993年6月5日の、藤井寺球場における近鉄バファローズ対福岡。 大英ホークス戦で9回表終了時に2から8と6点差をつけられた近鉄だったが9回裏に猛攻7点を奪い逆転さよなら勝ちしたこの9回裏に6点差を逆転したのは現時点で日本プロ野球史上最大得点差の逆転さよならである大英は16安打で8得点したが残塁も9と多くこれが響いた決勝点は 大野久志の三塁への返球が悪送球になった、失策によるものである。さよなら満塁本塁打転じてさよなら的時打2004年9月20日、北海道日本ハムファイターズ対福岡、大英ホークス戦の9回裏、日本ハムは3点を入れて12から12の同点とし、なお西満塁で、日本ハム新女の放った打球は、左翼席に飛び込んだ。 この場面で一塁走者だった田中幸雄は歓喜のあまり新城を二塁ベース付近で迎え新城と抱き合ってその場で一回転しただがこれによって新城は前くらいの走者を追い越したことになってしまい新城にアウトが宣告され本塁打は取り消された新城は一塁に到達していたため記録上は安打となり新城のアウトより先に三塁走者 奈良原博士が生還していたのでサヨナラ勝ちは成立したが、新城のアウトは第3アウトであるから、奈良原がこのアウトよりも前に本類に到達していなければ、サヨナラ勝ちは成立しないところであった。スコアは 13X から12。近鉄球団本拠地最終試合でのサヨナラゲーム2004年9月24日、オリックスブルーウェーブとの球団合併が決まり、 この日の試合が本拠地大阪ドームにおいての最終試合となった大阪近鉄バファローズは西武ライオンズと対戦。試合は同点で迎えた延長10回由来死二類の場面で星野治が森真嗣からライト前にタイムリーを放ち近鉄球団最後の本拠地主催試合でさよなら勝ちを収めている。9月27日に行われた 球団最終試合の対オリックス戦では負けているので、球団として最後の公式戦勝利ともなった。さよなら打撃妨害2006年9月7日、横浜ベースターズ対広島戦。5から5の同点のまま迎えた10回裏西満塁類で、横浜の佐伯高弘は、広島の栄華は勝弘が投じた4球目を打ったが、ファウルボールになった。 この時広島の保守の石原慶光のミットに、再起のバットが当たっており、打撃妨害が認められて、再起に一塁が与えられた。押し出された三塁走者が生還し横浜のサヨナラ勝ちとなった。プロ初打席でサヨナラ本塁打2008年6月6日の巨人対ロッテ戦。巨人の梶前隆一は、試合の途中から守備で出場しており、 3から3の同点で迎えた延長10回裏一死の場面にプロ初打席が回ってきた。ロッテの投手、川崎祐介が投じた3球目を打った、カジゼンの打球は右翼スタンドへ飛び込む、サヨナラ本塁打となった。プロ初打席で本塁打を放ったのは、カジゼンで47人目だが、それがサヨナラ本塁打だったのは、日本プロ野球史上初。 コリジョンルール適用で、サヨナラ2016年6月14日の、広島対西部戦では、赤松正人の中前打で本塁を狙った、広島、菊池良介と西部の保守、上本達之のクロスプレーが、この年導入された、コリジョンルールの適用で判定が覆され、赤松のサヨナラ適時打となる。クリーンアップ三者連続ホームランによる、サヨナラ勝利。 およびこれに始まる3夜連続サヨナラゲーム2017年8月22日 DNA 対広島の3連戦の初戦であった DNA は3点ビハインドで迎えた9回裏3番筒郷義友が2ランホームランを放ち続く4番ロペスがソロホームランで同点とするそして5番宮崎としろうが打った打球もスタンドに吸い込まれ日本プロ野球史上初の 三者連続ホームランによる、サヨナラ勝利を達成した。DNA はこの試合の翌日と翌々日も、それぞれか自他に高行き、倉本俊彦の敵地打でサヨナラ勝ちしており、球団としては1960年以来の三試合連続の、サヨナラ勝利を果たし、また同一カード三試合すべてにおいて、サヨナラゲームを演じることとなった。 同じ日に複数試合でサヨナラホームラン本拠地でサヨナラ負け2020年6月5日の DNA 対楽天の練習試合では楽天側のリクエストにより楽天が高校となった9回1一死12一類から内田康人がサヨナラ安打を放ち DNA は本拠地でサヨナラ負けを起死した2021年8月8日のオリックス対 DNA のエキシビションマッチにおいて、東京オリンピックにより DNA の本拠地である横浜スタジアムが使用できなかったため DNA 側のリクエストで DNA が高校となった。9回2し2塁で楠本康氏が超駅からサヨナラの敵時内ア,アンダを放ち、オリックスが本拠地である京セラドームでサヨナラ負けを起死した。 史上初2社生肝逆転サヨナラ冒頭2020年10月29日のソフトバンク対ロッテ戦で9回裏ロッテが3から2で1点リードソフトバンクが1死に3塁投手のマスダ・ナオヤの冒頭で保守の田村隆弘氏がボールを追う間に柳田祐希、鎌本号の生肝を許して3から4に X で逆転サヨナラ負け1951年6月3日に 国鉄の金田正一が巨人戦の延長11回に2社、連続冒頭で逆転サヨナラ負けを喫した例があるが、公一で一気に2人が生還しての逆転、サヨナラ負けは、史上初。クライマックスシリーズでのサヨナラ勝ちクライマックスシリーズ、及び類似の精度である、パリーグプレイオフでは、セリーグで2010.1215.19年。 パリーグでは2004から6.0911.1521年にサヨナラ試合が記録されている。このうち、サヨナラでの日本シリーズ進出決定は2010年のセリーグ2006.11年のパリーグの3例、サヨナラでのファーストステージ突破決定は2004年のパリーグのみ。なお、クライマックスシリーズは両チームの勝敗が同じ場合は、レギュラーシーズン上位チームが、 ステージ突破となるため、該当の試合を引き分け以上でステージ突破となる状況が発生する場合があり、セリーグは2013年、パリーグは2015年以降はそうした場合は、以後の攻撃で勝ち越し点を奪って勝利する、可能性があっても引き分け以上が確定した時点で、コールドとして試合を終了する。例えば該当の試合において、延長最終回の表を終えた時点で、 上位チームがリードされていた場合、裏の攻撃で同点に追いつけばその時点で、コールドで、試合終了、ステージ突破となる。この、同点に追いついて、コールドの事例は、現時点では2021年のパリーグの、ファイナルステージのみであり、マスコミなどでは、同点、さよならさよなら引き分けと報じられた。また、9回表終了時の4から8から、 ターメルスレッジの逆転サヨナラ満塁本塁打などで日本ハムが楽天を9から8と逆転した2009年のパリーグ第2ステージ第一戦は最終回に4点差を逆転したポストシーズン初の事例となっている。サヨナラ日本一日本シリーズにおいてサヨナラゲームでの日本一決定は以下の4例が存在する。 ただし、サヨナラ本塁打での日本一決定は一度もないと、1993年の、ジョーカーターが記録している。日本プロ野球における、大打逆転サヨナラ満塁本塁打は、下表の八例が存在する。大打逆転サヨナラ満塁本塁打の第1号1956年3月25日、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ戦、ダブルヘッダー第2試合での出来事。 監督自ら代打逆転サヨナラ満塁本塁打1956年6月24日の阪神タイガース対広島カープ戦で1から0で迎えた9回裏西満塁、阪神の選手権人監督だった藤村文夫が自ら代打はこの足と言って打席に立ち代打逆転サヨナラ満塁本塁打を決めた。これは藤村の現役最後の本塁打でもある。 二度の逆転サヨナラ満塁本塁打1966年8月2日の中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ戦において中日の5から3のビハインドで迎えた9回に四万塁の場面で3番広野伊佐が巨人堀内つねおからセンタースコアボード下に飛び込む逆転サヨナラ満塁本塁打を放っている 荒野はその後この時の対戦相手の巨人に移籍しているが、1971年5月20日の対ヤクルトアトムズ戦においても、日本プロ野球史上3人目の代打逆転、サヨナラ満塁本塁打を記録している。2試合連続逆転サヨナラ満塁本塁打1984年、近鉄バファローズは6月9日の対南海ホークス戦において、 加藤栄治が逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち勝利しているが、翌日の雨天中止を挟んで、続く6月11日の同カードにおいても、近鉄は2から1のビハインドで迎えた9回裏に、四万塁の場面で、台場、柳原隆弘が、南海の山内和弘から、パリーグ初となる、大打逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち、 二試合続けて、逆転サヨナラ満塁本塁打による勝利となった。1988年6月18日に起きた、日本プロ野球史上5人目の二つのサヨナラ本塁打、記録1988年6月18日、阪急ブレーブスの藤田博常は、対南海ホークス戦において、9回裏虫満塁の場面で、吉田豊彦から、日本プロ野球史上5人目となる、 代打逆転サヨナラ満塁本塁打を記録。同日に行われた、ヤクルトスワローズ対広島東洋カープ戦において、ダグデ申請が、同月15日の対巨人戦に続き、日本プロ野球史上5人目となる2試合連続、サヨナラ本塁打を記録している。代打逆転サヨナラ満塁釣り戦なし、優勝決定本塁打2001年9月26日。 大阪近鉄バファローズ対オリックスブルーウェーブ戦での出来事。形容詞を含まず、最も長い肩書きのつく本類だとしても有名。西、3点差で、大打逆転さよなら満塁本類だ前述の北側の一打から4日後の2001年9月30日、オリックス対千葉ロッテマリーンズ戦で、オリックスの藤井康雄が9回裏に、ロッテの小林正秀から放った本類打は、 三点差、二死、代打の三つをすべて満たした逆転、さよなら満塁本塁打であり、これは、日本プロ野球史上唯一の記録である。しかし、藤井の記録は、すでに優勝チーム決定後の消化試合であり、さらに同日は、読売ジャイアンツの2001年本拠地最終戦であり、長島茂雄の退任セレモニーと、斉藤正樹、牧原博美、 村田新一の引退セレモニーが大きく報道され、また、高橋直子がベルリンマラソンで当時の世界最高記録を達成したこともあったため、藤井の子の一打はメディアでほとんど扱われなかった。以下、三点差2指、二死、代打のうち一つだけを満たしていない、冷状期を二つ以上満たしていない例は多数。優勝決定さよなら押し出し支給1942年に、 開催された、昭和17年度全国男子中等学校体育、大会野球部決勝戦、平安中対徳島商業において、7から6と平安中リードで迎えた延長を11回、裏、平安中の戸富樫厚は、連投の疲れと肩痛で請求を乱し、2試一類から4社連続支給で2点を与え、徳島商業が 8X7 でサヨナラ勝利を収め、優勝を決めている。 ただしこの大会は、戦時中に行われ、全国高等学校野球選手権大会の公式記録として認められていない大会で、公式に行われた高校野球全国大会ではまだ決勝戦で、サヨナラ押し出し死死球による決着はない。優勝決定サヨナラ本塁打1960年に開催された第32回選抜高等学校野球大会決勝戦。 高松翔大米子東において、一から一で迎えた9回裏、高松翔の首相、山口藤尾が、米子東の宮本洋次郎から春夏通じて、決勝戦では、初となる、さよなら本塁打を放ち、優勝を決めている。1977年に開催された第59回全国高等学校野球選手権、大会決勝戦、東洋大姫路大東邦高校で、 これまた1から1で迎えた延長10回裏、東洋大姫路高校の首相、安井浩二が、東方高校の坂本義和から、春夏史上2本目、夏の甲子園の決勝戦史上初で、史上唯一のさよなら本塁打を放ち、優勝を決めている。さよならボークボークによる進類で、さよならゲームとなる試合はいくつかの例があり、特に、アマチュア野球において、多くの事例がある。 1998年に開催された第80回全国高等学校野球選手権大会の2回戦、豊田大谷高校対宇部商業高校戦は、さよならボークで試合が決着した。延長15回裏、虫満塁からの4球目を投じようとした、宇部商業高校の2年生エース、藤田周平は、 保守、上本達之からの意外なサインに驚き、無意識に投球動作を止めてしまう。これを見逃さなかった、旧新林は、ボークの判定を下し、豊田大谷高校の三類走者が生還して、さよなら勝ち。スコアは、3X に。敗れた宇部商業の藤田はショックを隠しきれないまま、ボークの瞬間についてのインタビューには、何も覚えていません。わかりません。 と記者団に答えるのが精一杯であった。2015年の第97回全国高等学校野球選手権大会地方大会では同じ7月14日に岩手大会と熊本大会でサヨナラボークで決着する試合があった。4期でサヨナラ5試合経験春夏1年間でサヨナラゲーム3ス組1999年の 第71回選抜高等学校野球大会1回戦で、明徳義塾が、滝川第2に、延長10回 6X5 でさよなら勝ち。同年の、第81回全国高等学校野球選手権、大会で2回戦で、長崎日大が、明徳義塾に、延長11回 6X5 でさよなら勝ち。続く3回戦で、滝川第2が、 長崎日大に9回 3X2 でさよなら勝ちした。1999年の明徳義塾、長崎日大、滝川第二はさよならゲームで3く組の勝敗になる珍しい結果になった。また、明徳義塾は1998年の春は準々決勝で PL 学園に2から 3X でさよなら負け、夏は1回戦で、 気流第 126X5 で、サヨナラ勝ち、準決勝で、横浜26の 7X で、サヨナラ負けしていたため、前年春から4期連続の甲子園出場で5試合の、サヨナラゲームを経験し、4期のうち3度サヨナラ負けで、敗退した。また長崎日大は、春も、駒大高二2から 3X で、サヨナラ負けし、1999年は、 春夏連続サヨナラ負けで敗退した。9回裏西から9点差を逆転し、サヨナラ2002年7月20日の第84回全国高等学校野球選手権大分大会2回戦、小型工業高校対中津北高校戦で9回表に、校舎が激しくなり中津北高校の投手の請球が乱れ、すでに2点をリードしていた。 小型工業高校は7点を追加して、スコアを14から5とした。このまま終わるかと見られた9回裏、中津北高校は西万塁から敵地打で2点、5連続支給による押し出しで4点、遊撃手の失策で1点、そして3点適時打で、計10点を奪い、9点差をひっくり返して14から15、X で逆転サヨナラ勝利。 野球は9回にアウトからが勝負の典型例である。3試合連続サヨナラゲーム2003年の第75回選抜高等学校野球大会に出場した花咲徳井は初戦となる2回戦で修学館に延長13回 4X から3でサヨナラ勝ちし、続く3回戦でダルビッシュ U を擁する東北に9回 10X9 で2試合連続サヨナラ勝ち。 準々決勝の東洋大姫路戦は延長15回引き分け再試合にも連れ込み、再試合の延長10回裏、福本正史投手の冒頭により5から 6X でサヨナラ負けした。花崎徳井はこの大会延長15回引き分けを挟んで3試合連続でサヨナラゲームを経験した。また、埼玉県勢は前年の2002年の 第84回全国高等学校野球選手権大会で浦和学院が2回戦で川野に5の 6X でさよなら負けしこの第75回選抜高等学校野球大会に花咲徳井と共に出場した浦和学院が3回戦で千弁和歌山に延長12回6の 7X でさよなら負け第85回全国高等学校野球選手権大会では 聖望学園が準々決勝で、豪ノ川に一の 2X で、さよなら負けし、県勢は3期連続で4校が、さよなら負けを起死した。先頭打者本塁打を打った選手が同じ試合で、さよなら本塁打2019年の、第91回選抜高等学校野球大会、準々決勝、赤師匠対地弁和歌山戦の1回裏、赤師匠の一番打者、木田良人が、 先頭打者本塁打を放ち同点とする。その後、両チーム点を取り合い3から3で迎えた9回裏、赤師匠の攻撃、この回先頭で打席に立った木田わに、ボール2ストライクからの5球目を、振り抜きボールは、ライトスタンドへ。同一選手による同一試合での先頭打者本塁打、サヨナラ本塁打同時達成は、史上初。春夏連続サヨナラ被弾で、 敗戦2019年の智弁和歌山は、春夏連続出場を果たすが、春は前述の準々決勝、赤市商戦でサヨナラ本塁打を浴び敗退、夏も3回戦、清涼戦で延長14回にサヨナラ本塁打を浴び敗退した。春夏連続のサヨナラ敗戦は、過去5回記録されているが、春夏連続のサヨナラ被弾による敗戦は、これが史上初となった。 ありがとうございます。